高選手についててはどう見てますか <S,、えー、S 級の時からも、連携も何度かあって、相性もいいので、えー、しっかり頑張ってもらって、そこから、えー、大矢君含め、3人で頑張りたいと思います地元ということで、やはり気持ち、一層入りますかねそうですね、もう優勝しかねっていません体調面はいかがですか体調面は、まあ、前回、前々回とかよりかは全然。 マシな方やと思うんですけど感情にはなってないと思います決勝となりますどう戦いますか中四国で戸伏さんと2人で乗れたんで、まあ、見せ場を作って1着目指して頑張ります準決勝は花田選手を止めてということでしたけどどうですかいやもう前がすごい頑張ってくれたおかげだと思います決勝戦はどの位置になりますか前川君の後ろに行きたいと思います 初日も連携していて、あの仕掛け、どう見てたんでしょうや,やっぱもうすごい、毎、ま、回、あ、強いんで、はい、しっかりついていいてきたいですね決勝の戦い方を教えてくださいはい、新、えー、田さんと大家さんがついていただけるみたいなので、しっかりラインの先頭で頑張りたいと思いまますす厚みがありますよねそうですね、新田さんとはもう、圧っが出た時のメンバー見てから、もう決勝で走るって、勝手にイメージしてきたので。 頑張りま頑張りたいです。はい。決勝はどの位置になるんでしょうか？まあの初日、あの新田さんにあの頑張ってもらったんで、あの今日もしっかり後ろを固めてライン3番手で頑張りたいと思います。3番手の仕事をしっかりして、最後ライン e 3人で直線勝負できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 今年初の優勝となるようなんですが、気持ち的にいかがですかそうですねあの、久しぶりに決勝に乗ったんであの、あまり緊張しないようにあの、平常心で頑張りたいと思います三好選手については、どう見てるんでしょうそうですねあの、まあ、彼の得意な戦法もあると思うんですけど、あの今まで僕、三好君にあのしっかりお世話になっているので、あの好きに走ってもらいたいいたと思います今シリーズ2走は、ご自身的にはどうですかそうですね2日間 まあ自力出して動けてるんで悪くないと思います。決勝戦です。どう戦いますか。まあ皆さん格上の方ばかりなので、えー、胸を張るつもり紡いで頑張ります。